前がどう拒もうと最終奥義は俺のものになる。これは何のつもり？このホールは地殻を貫き火の源へと乗って、お前のエネルギーを誘い水にして地球の気を吹き出させ、俺がそれをものにする。そんなもの最終奥義と全然違う。敵の力が手に入れば何でも構わん。人に扱える力じゃないわ。これは人間を超えた力とか。バランスをなくした気は暴走を始めるわ。正気の沙汰じゃ。Thank you.